はい、皆さんおはようございます。おはようございます。本日はね、かみさんと二人で伊豆の河津へ再びやってまいりました。イエイ。はい、のりえさん、はい、今回の河津観光は本気で行きたいと思います。で、河津を広く深くそして美味しく巡りたいので、今回は強力な助っ人をお願いしました。ご登場いただきましょう。バン。こんにちは、河津温泉旅館組合河津観光 PR 大使です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もうはるばるはい、背中にドンとある河津桜そして河津観光 PR 大使。はい、というわけで河津観光 PR 大使、ちょっと長いので、では大使さん、本日よろしくお願いします。お願いします。ちょうど今さ、駅降りたところだけど、ほら、こんなに大きいんだよ、河津。河津ね、川津町。今まで河津って、我々何回も来てんだよね。うん、ずっと北から来て、そのまま下田に行ったりとか、ね、はい、下田の方から通って、ね、天城の高原抜けたりとかしてて、実は河津にこうじっくり泊まったのって、前回の旅館がね、青木の坂さんが初めてということで、うん、で、ノリがね、この間ね、もうちょっと観光したいということで、夢が実現しました。楽しみだね。うん、ここぐるり回りましょう。ぐるり。というわけで、今回はね、地元の方と夢のコラボが実現しまして、ちょうどね、今がね、昼前、10時なので、車でドライブでやってきて、河津の昼からこうぐるっと一泊二日、翌日のお昼まで、これでね、河津の観光プラン、パーフェクト版を動画にしてみたいと思います。というわけで皆さん、お付き合いのほどどうかよろしくお願いします。はい、というわけで本日、大使さんの車で移動しましょう。すげえ楽しみ。どんなとこ行けるかな。はい、私なんかプレゼントがあるそうで、はい、もう今日河津を旅をしていただくのには衣装が必要ということでこちら用意しました。ハッピーだ。早速行きます。河津桜、河津温泉郷、いいなこれ。ハッピースクランで、よし。おお、派手や。これ派手だな。映っておりますが、急にスタッフの方が、スタッフで、スタッフの方すごいね、今ねめっちゃ注目浴びてますちょっと恥ずかしいよね。早速移動しましょう。ではよろしくお願いいたします。旅館の連中が来る。あの地元で、地元でも結構やっぱ恥ずかしい。あ、地元だから恥ずかしい。ではよろしくお願いします。はい、こちらが河津桜観光交流館です。はい、行ってみましょう。行ってみます。1階になります。ここで入って右側がお土産屋さんなんですけど、左側に行くと、観光協会、あの事務所があるので、そこで観光案内所になってます。はいはいはい、はい、どうぞ左側に行きましょう。お邪魔します。お邪魔します。チラシがいっぱいありますね。これで、お、これ、これなんかエビ丸ごと一匹海賊焼き。ん？あ、河津秋祭り。すごい豪華な祭りがありますね。11月20日、滝祭り。河津カーネーション見本市。あ、これですやっぱりね、河津桜祭り。これまたね、桜の季節に行きたいですね。じゃあこんなのいかがでしょうか。これなんでしょう。涅槃堂といってね、涅槃堂。はい。はい、お客様寝ているんですよ。すごいですね。どうでしょうか、このワットポーみたいな。河津にワットポーがありました。珍しいですよね。珍しいですね。あの日本でもね、本当何体かしかないようですけど、これが割と近くにある。そうですね、ここから5分ぐらいで、はい、すぐ行けます。では早速そこにお願いします。はい、じゃあ行きましょう。気になるポスター、これペンギンいません、イルカいません、これが爬虫類しかいません。これがあれですね、伊豆体験型動物園で、この下にあれがこちらもいませんであって、その下にあるこれがカエルしかいません。これなんだ、体験型カエル館河津ダジャレか。こんなのがあるんですね。これも興味あります。すごいいっぱいある。見て、この観光マップは必要だけどさ、秋だから、ここ興味あるんだよね。なんだろうね。でもさ、来て思ったんだけど、うちの方ってあんなに寒いんだけどさ、あったかいよね。あったかいよ。コート着てたら私。だからあの、あれだ、関東の方で紅葉の時期逃しちゃった人、ぜひ、河津の方へ。そうだね。うん。
いいですね。あ、外に看板ありました。これか、涅槃堂。ほー、不思議ですね。紀元前463年。ほー、これが観光交流館から約2キロ、徒歩約30分。あ、すぐ近くだ。よし、じゃあこちら行ってみますと思ったらこっちにある。なんだ、平安の仏像展示館。惹かれる。楽しみ。ねえねえ、うんうん、ここさ、温泉300円とかだよ。すごくない？だって露天風呂が。普通の温泉？うん。あ、本当だ。300円とかさ、足場のお湯は分かるんだけど。でも温泉って普通結構するよね。1000円ぐらいする。あ、温泉すごい。安いですね。温泉が豊富なので。あ、足湯も2カ所、あ、3カ所、4カ所ある。これは別に地元の方限定とかそんなになくて、一般の方もこの金額。やった。足湯巡りもできるよ、つあるから。行くべ行くべ。これ領地くんが入れなかった足湯からみたいな。ではお願いいたします。駐車場いっぱいあるの魅力だね。駐車場広いよね。ここは無料なので。カバーズン、はい、桜の時期だけ満車になる。そうです、はい。早く来ないと埋まっちゃうからね。そうですね。木見てもらうと、みかんすごいなってるじゃないですか。みんな全部落ちるんですよ。え？一つか？取らないんですよ。いっぱいありすぎて。ちょっと私が今降りて、ちょっと来るから待ってて。いい人だったら、どんどん取ってくれって言って、段ボール一箱くらい持ちきれないぐらい渡されちゃう。逆に困ります。本当だ、いっぱい起こってる。そう、いっぱい起こってる。もったいない。でもそういうもんかもしれないですね。うちの地元はよく柿が起こってるもんね。そうそう、柿は余ってる。ほんと、みかんもいっぱいある。ほら、みかんがな。あれさ、あるけれど、これはイチゴなんですか？いや、ここね、川津はカーネーションの産地で有名なんですよ。おー、カーネーションの産地。カーネーションがあったら、うん、ここカーネーション。おー、これ普通で、はい。それ、涅槃堂。あ、書いてますね、涅槃堂。右が涅槃堂ですけど、左側に駐車場が。これか。お、一瞬見えた。ここも無料で止められます。素晴らしいですね。はい、トイレも。お土産もある。野菜がある。野菜売っているって。うわー、行ってみましょう。はい、戻りますか。ありがとうございます。いただきます。はい、本当だ、すごいいっぱいみかんがなってる。すごいね、大きい。でもこれまだ種類が違うんだね。これなんだろう。これなんだろう。八本。八がすごい。というわけで、つけました涅槃堂。はい、涅槃堂。はい。お。お。涅槃堂。おおおおおお。なんかいい感じ。いい雰囲気な。なんか空気が若干変わりましたよ。なんかしっとりとした空気になりましたね、これ。このピンクのハッピーが合わない合わない。目立つ目立つ。ここは見るとなんか京都とかなんかなんかこう大虫があるんですけど、あれ。どこ見たら京都と思ってる。お邪魔いたします。涅槃堂なんですけど、はい、残念なお知らせがあります。はい、何でしょう。こちら普段は予約をして開けてもらわないといけないというマジですか場所なんですけど、え、じゃあ今日って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 ところがどっこい大使さんのお力で、はい、私の力でもないんですけどこのボタンを押すと、はい、なんと仕掛けがあるという。はい、ぜひ押してください。はい、はい、お願いします、はい、あ、なんか電気がついてる気がする。でも、でも、ええあ、本当だ。うん、仏様がいらっしゃいます。本日は、涅槃堂をご見学いただきびっくりするさこの時間差。このお堂は、江戸時代の開永年間1624年から1643年に住職の北山が休憩所として建てられたと伝えられています。私今日は予約してないから中に入れない。涅槃堂これは皆さんぜひとも
予約をして、ちなみに予約ってどちらでやるんですか？あの河津の観光協会の方へ電話していただければ、はい、あのなるべく早めに、ご電話していただければあの大丈夫で、もしあの対応できない場合もあるかもしれないですけれども、はい、早めにおっしゃっていただければ大丈夫です。わかりました、はい、前回の足に続き私です。一つ次来る。あはい、お再生。ここ言われないと分からないところ。また来ます。また来ます。予約してきます。他の両側にある飾りは、パワースポットですね。こんな丸くね、ポコッと開いてますもんね。すごい。じゃあこの後こちらご案内しますが、ここ、うん、ちょっと展望台になってまして、まあ、桜の時期にここ皆さん上がって上から河津桜、河津川の河津桜の様子を見るという場所がありますので、ぜひどうぞ。ですね、はい、あの川だ、あれですね、川桜っていうぐらいだから相当ありますもんね。相当ありますね。あの川沿いにあのこの遊歩道になってるんですけど、うん、川沿いに約800本あるという。800本、それ相当な。一遍に見れる場所という、ね、川津町がこのピンク色になると、はい、そうです。この色に染まると、この色にこれも桜、川津桜ですね。これはどっちですか？どっちでもいいです。どっちも。こっちに行きます。はい。なんて、どうぞお先に。これ分からなくなっちゃいました。すいません。この展望台が全部手作りで。手作り展望台。おぉ！あ、ほんと！あ、でもすぐ登れた。はい。ああ。ほんとだ。展望台ってか、むしろお茶飲めそうな勢い。そして、ドン！おっ！おぉ！あれが全部ピンク色になるんだね。見て、本当川沿いにずらーっと川桜がありまして、それが春になると800本だね。こうなる。結構はあの普通のソメイヨシノよりずいぶん早いんですよね。そうですね、2月の中旬頃に満開になる。2月の中旬、中旬か、はい、神奈川県まだ冬真っ盛りだ。雪降っていそうな気温。これいいですね。いいですね。あ、これ綺麗だ。これ楽しみ。今こんな感じですが、すごい。これちょっと新緑も気持ちよさそうですね。あー、綺麗かもね、黄緑色が。あのさ、やっぱり椅子だと思うのは、あれだよね。絶対うちの山にない、あれは。立派だね、これ。椅子って感じがして。資格対象がいないとわかんないですよね。こんな感じ。でけえ。でけえ。あの、ひょろっと長いのは見るけど、でかいのはすごい。明日パイナップルっぽくなるな。作り物じゃないですか、これ。大きいな。近づいてみよう。すごいよ。すごいな。へぇ、あ、なんか急に沖縄とか南国になったね、これ。南国な感じで。南国感と川津桜。これを、この下からの桜を見るという、こう。いいですね、これ。下り気をつけて。すごい暗ですね。歴史がありますね。下に縄が入ってる。すごいなぁ。ほら、竹と組み合わせて、こういう作りは珍しい。あの竹を格子状にこうね、あるのはうちの方あるけどね。この、なんだろう、この木を段々に切ってそこに乗っけてっていうのを。珍しい。結構ポピュラー。ポピュラーなんですか？いいですよね。ポピュラーだこれ。これからだんだんちょっと変わってってみたいな、あの、なんですか、鉄のやつで変わってる。そう、うち絶対鉄だから、こんなの初めて。ここだけじゃないんだ、ポピュラーなんだ。へぇー。ゴミ箱探しも面白いかもしれない。ゴミ箱探し、私大好きなの。ゴミ箱好き。そしてそのまま駐車場から、川沿いへ。お、下もすぐ川沿いなんですよ、これ。すごい。さっきね、上の展望台から見た川津桜の並木と川津川。何百本でしたっけ？ 600?800 本。ほぉ、全部川桜。大きいだな。ここは6月は鮎釣りだったりとか、あとは渓流釣り、
はいはいはい、はい、いろいろね、魚が楽しめます。結構釣りのメッカなんですかね。そうですね。あとね、この800本って言いましたけど、はい、この桜の一本一本にはナンバリングしてあるんですよ。本当だ。はい、でも全部管理しっかりと行き届いてます。彼が94番、はい、サーが94、これが800あるんですね。何年ぐらい前に植えられたものなんですか。何年ぐらい前でしょうね、うん、住んでる人も分かんないぐらい昔からあるもの。ほら、もう準備してるよね。ちっちゃくね。映るかな、映るかな。もうね、いろんなところにちっちゃく、すごいかな。もう準備してんだね、いいね、桜って、これから寒くなるんだけど、もうちゃんと準備されてるって。人間も見習わないと。これ、いや2月がまた来てみたいですね。ここにね、正確な距離がありました。川津駅から 2.6キロ。そうか、これ全部歩いて、歩いて移動できるんですね。桜の時期だったらさ、桜見ながらあっという間に涅槃道場、あっという間かどうかは分からない。あっという間に来ちゃいそうですよね。でも歩くために足湯があるのかな、うん、そうですね、ところどころですね、要所要所は足湯があるので疲れたら いやそうですよ。はい、お次は、はい、次は、はい、今川津桜ちょっと見てもらったんで、はい、川津桜のことを詳しく学んでもらうために、はい、川津桜の原木へご案内します。原木、はい、原木っていうと、あのひょっとするとその川、はい、一本の川津桜から全部が、はい、その通りです。マザーマザーコンピューターじゃないけどマザー桜マザー桜キリブス、はい、お願いします、はい。来ました。はい、お、いきなりあった。これこれこれ、こちらが川津桜の原木になります。マザー桜マザー桜マザーチェリーっていうのかな。ちょっと近づいてみよう、近づいてみよう。すごい、待ちして、天然記念物川津桜原木。本当そうなんだね。昭和30年頃、あら、ね、川津に冬枯れの雑草での芽吹いてた。1メートルくらい育ったそれもこれで偶然思って庭に植え付けたのが始まりと。へえ、新種だったんだ。新種だったの。あ、そうなんだ。あ、本当だ。その後の調査で新種の桜と分かり、うん、突然行かなくなったのかな。確かにね、咲くのめちゃめちゃ早いもんね。大島桜と寒木桜の自然交配種、自然交配種、すごい十分若々しい、喜ばしい感じで。あ、でもこれはちょっとなんか歴史感じさせますね。この辺がすごいですね。すごい、これが原木。そう考えると川津桜自体はまだ新しい品種になるんですね。勉強になります。こっから全てが始まったんですね。今ちょっと歩いてきて足が疲れませんか。そうですね。じゃあこれから一箇所目、足湯行きましょうか。足湯、はい、お願いします。はい、じゃあどうぞ。川津に足湯っていくつぐらいあるんですか。川津はね、5、6箇所。5、6箇所。え、7箇所。はい、すごいよね。すごいんですよ。いっぱいありすぎてちょっと私も覚えていないぐらい。さっき駅前にありましたね。ありましたね。 あった。あれ前気づかなかったんだけど、じゃあ一箇所が両一と入りなかった足割りは本当にそのうちの一個だったんですね。伝説の伝説の入りなかったあれです。到着です。すぐ近かった。あ、すごい、本当に川沿いです。これさ、うん、桜見ながら足湯最高じゃない。だってちょうどいい感じだよね、これね。いい感じだよ。じゃ行ってみます。お邪魔します。どうぞこちらから。はい、お邪魔します。あ、すごい綺麗。すごい綺麗。あ、車椅子の方も入れるんですね。いいですね。高専の足湯ところ、すごいことに気づいたんですけど、こっちの奥の方にあるのが脱衣所。タイさん、このどうなんでしょう。おそらくですけれども、どこに脱ぐんでしょう。脱衣所があるということは、うん、タイツで来た女性も脱いで、あ、入れるということじゃないですか。納得。うん、全身入っちゃいけないんですよね、もちろん。足で、ね、そこじゃないけれども、ね、
おそらくそうなんじゃないですかね。納得しました、はい、なるほど、はい、ストッキングとか、そうそうそう、ストッキングでね、ああよかった、あすごい、おいこいしょ、ちょうどいい塩梅でございます、あ、ほんとだ、ちょうどいい普通のお風呂ぐらいの感じで、あったけー、ここは厳正とか、あ、これ熱い、これ熱い、これちょうどいいです、これ確かにこれ桜咲いてたらこれ綺麗だよ、寝ないようにね、寝ないようにね、これ座ったら見えないかと思ったんだけど、左右が空いてるからすごい景色、桜確かに今の紅葉も綺麗だけどね、桜の紅葉は全部桜、後ろも桜、全部桜、開放感があるね、これあの足を動かさないでいるとここから圧力出てるじゃないですか、じゃこのなんていうのこのヘリ、ここめっちゃ熱い、あ、違う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 、上が熱い、これ入ったけどね、これ足がもう一回もう一回です、じゃ次行きますか、はい、ではお昼ご飯いかがいたしましょう、はい、今日のお昼ご飯は、はい、この川津川で獲れた名物、はい、ズガニというね、カニがいるんですけど、ご存知ですか、いや、知らないですね、もうね、このぐらい大きいカニがいるんです、でかいんだ、はい、あのサワガニみたいにちっちゃいんじゃなくて、こんなんじゃないです、このぐらいの大きさの、はい、カニがいるんですけど、はい、それが10月1日から漁が解禁になりまして、はい、で、今が一番旬な頃なんですけど、それを使ったあの郷土料理というか、はい、ズガニ料理、はい、召し上がっていただきたいので、あのお昼ご用意しましたのでお願いいたします、はい、そこへ行きましょう、行きましょう、はい、ノレさんのズガニって知ってた、ごめんなさい、全然予備知識ないです、教えてもらえますか、モクズガニというカニで、この辺では通称ズガニと呼ばれてます、はい、いろんな地方に川にいるんですけれども、うん、あの食べる文化というのがそれほどない、あのやっぱり綺麗な川のものしか食べれない、はい、川が綺麗じゃないと食べれない、はい、何箇所ぐらい食べれるんですか、この川、食べれる場所はね、おそらく、まあ、2、3箇所、2、3箇所、はい、貴重だわ、であの漁獲量もそれほどないので、まあ、表立って宣伝するほど量が取れないと、はい、まあ知る人ぞ知るというか、知る人ぞ知るカニ、はい、料理、すごい、道が秘境だ、秘境だ、秘境です、おお、橋渡りました、お、川が綺麗、すっごい川が綺麗、やりました、ズガニ祭り、はい、こちらのお宿でズガニ料理が食べれるそうです、ファミリーリゾート川端さん、はい、じゃあこちら、はい、どうぞご案内します、行ってみましょう、はい、失礼します、あ、あとだ、かわいいかわいらしい、あ、そうだ、こちらです、はい、はい、邪魔いたします、邪魔いたします、はい、では参りましょう、楽しみだね、ズガニ料理、すごいいい匂いしてね、あ、すごい匂い、なんか用意されてますね、お、来て来て来て、あ、すごい、来ました、おー、すごい、何か、何か来そうな感じで開いてますね、真ん中が、お仕事モードオフにさせてもらおうお待たせしました、へー、予想してたの違う、お、すごい、すごい大きい、マガニはね、わさびさんを言いますけどね、そう、だって川にいるって言ってたから、サワガニのこのちっちゃいミニさんだから、こんな大きいのが、こんな大きいんだ、川にこんな大きいのが、わしゃわしゃ言って、わしゃわしゃ言うわけじゃないのか、意外といるんですよね、立派なカニが来たんですけど、食べ方が全く想像つきません、ではここは大使に、大使お願いいたします、
かしこまりました。河津に住んで35年年齢はありました。説明しますね、はい、あ、これはね、あのね、うん、上海貝のようにあの上品に食べちゃいけないんですよ。豪快に食べるカニなので、ここまずパリッと、はい、あとパカパカッ、はい、でその後ひっくり返しまして、ひっくり返す、このひらひらの部分をパカパカッとパカすごい、はい、でここのちょっとねひらひらの部分は外します。はいはい、熱々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 、そしたらここをベッと結構食べますね、はい、豪快に。で、で上海貝の食べ方だと足を落としてここをここに切ってとかやるんですけど、そうはせずこのままガブリと、ガブリですか、はい、行くのが一番美味しい食べ方です。ここは私ちょっと試されてるね今の予習、今のでね、今のまずこれですね。そうです、これをパカ、お、あ、お上手でした。はい、そしてひっくり返して、うん、ここ上からでしたっけ。上からですね、上からですね、はい、上から、お、しぶといた、あ、開いてた、はい、パカ、はい、そしてで、こっちやってこれを取ります、はい、はい、取ります。そして最後プラス、うわー、はい、できました。あ、うまい、この断面のあれですよね。え、これをもう一回一泊ですか。そうです、いきます。これボリボリいくのは、ボリボリ、はい、OK です。あの殻がちょっと歯に引っかかりやすいんですけど、それさえ気をつけていただければ、うん、味噌たっぷり、おいしい。その後は足を、まあ、一本一本取ってもらって、ハサミがあるので、うん、それでこの両端をカチッ切ってもらって、このつっつき棒でピュッと、はい、そうです、そうです。で、中に、ね、筋が残っちゃってるので、それを気をつけてください、食べながら。これ忘れちゃった、ここがね、一番すごい量ですね。何ですか、これは。いきます、いただきます。うまい、なんか黙々となっちゃうね私もいただきます。これもガブリですよね。うん、美味しいよ。後から引く感じ。ん、ほんと、あの、海にいるカニはあの塩味がするじゃないですか、うんうん、それでまた違って、あの、肉の味がする。あ、なんだろう、わかる、後から、なんだろう、あの、すごい引く、あのマヨネーズに匹敵する濃厚さが、これなんだろう。そう、後を引く。よく言われるのが、うん、卵、卵っぽいような、この後、つがに汁っていうのが出てくるんですけど、うん、それはほんと絶品なんですよ。すごい、後からすごい濃厚な味が出てくるんです、これ。うまい。なんかさ、一年中食べれないっていうのが、残念な気がする、幻って感じがして、うん、これ一年中食べたいな。最初のバリバリがちょっと勇気いるけどね、うん、そうなんですね、あの方が一応食べられるんですけど、うん、でも全然食べる、濃厚、これすごい美味しい、うまい、これ美味しい、あれが美味しいんだから、これ絶対美味しいですよね。いただきます。伊勢海老のマヨネーズ焼き並みのうまさ。これはね、動画ではね、ご出演できない食べに来てください。ありがとうございます。そろそろこっちとかこっちとか、ちょっとこれでしょうね。あ、あ、いい感じですよ。いい感じ、いきますよ、いきますか。はい、じゃあ行きます、はい、せーの、うーん、次はお鍋に入れますかね。ちょっとまた身の方をね、しっかり盛りましょう。カニ味噌だね、カニ味。すごい、うわ、すごい、お待たせしました。大きい、ちょっと待って、大きいカニ汁です。カニ汁、パカ、おお、さっきの美味しそうのいっぱい入ってる。わあ、うまそう。パカ、あ、すごい、カニ、これいいね。あ、
ではいただいてみます。すごい気になる。いただきます。あ、すごい美味しい。甘いですね。甘くて美味しい。カニの旨味が全部凝縮された。見てください。だっていただいてます。いや、甘くて、あ、すごい卵みたいだね。濃厚。うん、うまい。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃうまいです。これがね、うん、一番の味です。これさ、うん、このためだけに買わずに来れる。おいしい。いや、これ知らなかったのね。もったいなかった、今まで人生。これかなり好評なんじゃないですか、皆さん。好評。でもこれは食べに本当に来る人がたくさんいます。でも、あんまり宣伝できないと。いや、あんまり買わないです。これはぜひ皆さん来てみてください。かまず裏メニューって感じかな。なんかね、このふわふわの、うん、がどうも卵っぽいんですよね、はい、ふわふわ感が。そうなんですね。どうやってやるんですか、これは。これはね、どういう風に作ると思いますか。多分ね、絶対わかんない。そう、絶対って言われるとね、中華料理で卵入れてるわけじゃなさそうだよね、これね。なんかさ、卵だったらパン粉と卵をこう混ぜてやるとこんなようなふわふわ感が出るんですよね。でも絶対わからないって言われたから、わからないです、はい、答えは、答えは、うん、これはもうカニと味噌しか入ってません。嘘。え、だしは、カニがだし。カニがだしです。はい。え、またまたまたお兄さん何言ってるんですか。これはそんなことないと思いますよ。え、カニと味噌だけ？だけです。ええー。カニと合わせ味噌だけです。こんな濃厚な味が出るんですね。はい。そもそも甘いのはじゃあこれはカニの甘さ。カニの、はい。すごい。化学反応の技ですよ。かなりだって皆さん、これ甘いからお砂糖とか入っていておかしくない甘さで、美味しいです。うまいね。カニ、じゃあ作り方は、はい、カニをもうぶつ切りというか、ブンって切って、はい、生の状態で、生きてる状態で、はい、カニさん、はい、わかりました、ブンブンやってる。一応それで潰して、さらにかわいそう。いただきます。え、か、殻も、殻も全部、あ、この状態、茹でてないこの状態で全部、それかもしれない。やっちゃいます。はい、カニの旨味だ。その出たエキスをこして味噌と合わせます。それを煮ると、すごい、はい、最初の一口目の、最初の一口目にバリバリ食べたでしょ。濃厚さって、皮のヘリとか皮そのものが来てるのかもしれない。これ一度食べたら、飲んだら忘れられないですね、うん、毎年こう、はい、食べたくなりますね、はい、河津桜もいいけど、これいいな。皆さん、秋おすすめです。美味しい。河津桜の時期になったら完璧なんだけどね。見えないからな。ご飯、汁物がこんだけさ美味しいってことは、ご飯も相当味染みてるんじゃないですか。おお、いいですね。いただきます。ご飯いただきます。熱い。なんかさ、一口食べてるときはそうでもないんだけれど、後からこう、後から来るね、味が追っかけてる感じ。うん、来たよ来たよ来たよみたいな感じ。これ結構味付け的にはさっぱりしてますね。そうです。そんなに入れてないとか、うん、ごまかしてない、うん、その代わりカニの味が後から。ちなみに出汁はやっぱりカニですかね。そうですね。あ、美味しい。あ、どっちも美味しいな。いただきます。出汁がうまい炊き込みご飯って美味しいよね。それだけでもう何にもいらないですからね、出汁が全てですから。そうそう、これこれズガニちゃん、よくこれ何だろうと思う。これ毛だ。本当の毛なんですね。そうです。へえ、なんかこっちもね、なんかいい感じの格好で、なんか虎のような獣のような毛がついてますが、細かい毛が。最初これ食べれる部分かと思ったら、これ食べれない、食べれない、はい、すごい美味しいんですけれど、はい、あの通販とかってないですか。結構じゃあ海のカニって通販やってることって多いじゃないですか、うん、はい、通販があったらぜひ取り寄せたいんですけれど、うわー、残念ながらないんですよね。来るしかないですね、うん、来るしかない。買わずに。わかりました、買わずに皆さん来てください。通販ないみたいな。おいしい。はい、ちょっとナビいただいてます。あ、どうやって入れてんだ。こんだけ出汁が出てるから鍋もう疑う余地ないですよね。うん、やってみたいな。これも入れまして、出汁いただいてます。あ、うまっ。豆腐入れます。
熱い。そしてこれ、コモエティーノス。すごいいい音だ。殻食べれるのね。そうだね。でも食べるとこじゃないですよね。あんまり歯が丈夫だったらこれいける、ワイルドに。ね、やっぱ美味しい。美味しいよね。殻のこのヘデの味だこれ。うん。めちゃめちゃ美味しいよね。うまい。なんかさ、味噌汁も美味しい、鍋も美味しい、そしてご飯も美味しい。すごい出汁が出る。すごいね。大変美味しいございます。ありがとうございます。ほ、よし。いい。間違えた。ほっ、ごめん、ね、そっちの方に飛んでいこう。会食で会食、イエーイ、最後までしたすごい量でした、はい、すごいボリュームでした。これ完食する人ってなかなかいないんじゃないですかね。これだけの量相当ボリューミーでしたもんね。3人前とは思える量でした。これだけの量を出すところがもうないのにこれだけ食うなんてさすがです。これだから一番です。最後まで食べてました。ありがとうございます。美味しかったです。大変美味しゅうございました。はい、というわけでどうも、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。まさかお腹いっぱいでかせ。よっしゃ、次行きましょう。次はね、デザート行きます。